そしてですね、実は、僕一人で今日90分やるわけではございません。シークレットゲスト。はい。いや、これね、予想の斜め右上を行くと思いますよ。はい。じゃあちょっと紹介しましょうか。ゲスト、この方です！あれ？あれ、どうなってた？来ないぞ。あ、止めてください。あ、止めてください。音、あれ、本気をさんも消えた。音止めてください。え、あれあれ、おいおい、ゲスト、え、ゲストおらんぞ。え、なに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 、ゲスト、ゲストどこ行った、どっか行った、ゲスト、おい、俺のライブめちゃくちゃ、おい、ゲスト、ゲストおらんぞ、ゲストどこ行った、赤にいるわ、あれあれあれ、うわっ、あっ、ああっ、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 あダンプさん、ダンプさんや、あ、ダンプさん、やめてください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 、いや、いろいろありましたけどね。追いかけてくれや。うわ、ダンプさんや、すごい、ほんでやろう、わ、今ネットフリック、うわ、フォークや、見た人はわかる、ダンプさんの、うわ、やめろ、やめろ、やめてくれ、うわ、うわ、ああ、ああ、デリシャス。マジ、ユリアン、ユリアンレトリーバーでーす。お願いします。すごい。いや、びっくりしたわ。ちょ、ちょ、な、何？まず、ま、なんでおらんかった？そのゲスト呼び込んだら、はい、なんかこれやるみたいな聞いてたからさ、はい、まずおらんくて、はい、急遽なんか後ろ回ったん？そうや。じゃ、なんかお前ピンマイクだけ入ってて、なんかカチャカチャカチャ、ヘッスヘッスとか言って、お前音だけ入ってたで、なんかみんなおゲストめっちゃ楽しみにしてた。だんだんなんかこんな顔、なんかカチャ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 、これで、はい、すいません、じゃ、あっちで待機しとけよ。ごめんなさい、でもなんかちょっと今のでイヤリング落としちゃった。あ、え、あ、あったあった、失礼いたしました。おならすな、お前、平素、お前もうアメリカ行く準備 OK やな。準備万端。いや、もう今すごいんですよ、ネットフリックスで、もう極悪状だから、俺配信別にされる前からユリアンゲストがいいなみたいな思っててんけど、ちょうどだから配信もう乗っかって、今忙しい、よう来てくれたな。あんた見てへんがな、まだ。じゃ、それ、じゃ、お前さ、さんまさんのやつ、ちょっと、って OK よ、ここまで逃げたら。待て待て待て、ちょっと、ええねん、お前、じゃ、もう一人いんねん、ツッコミ。じゃ、初めてですよ、ユリアンとサシは。ごめんなさい。ちょっと、でも今日どうやって、進めていったらいいか相談だけさせてもらっていいですか。あ、ちょっと相談しようか。すいません、なるほど、どっちも聞いてる。で、だからもう一人いんねん。どっちか聞けよっていう。いや、だから本当にあのレアですよ。俺まず一人でこれ初めてやもんな、こんな一緒に。要ライブは下り明治とかミキとかで一緒にやってたりはしましたけど、はい、そうなんですよ、まさか呼んでいただけるとは。もうずっと大喧嘩してて、
そう、大阪でもう大喧嘩延々のなかな毎日のように喧嘩してたんですよ、うん、ほんまにそうなんですよ、うん、舞台上でミキさんと霜降り明星さんと私の3人で吉本ザネクストっていうライブをライブやってたんですよ。大阪で月1回やってて、うん、そのライブの日のライブ前にずっと喧嘩してて、うん、もう大喧嘩して、うん、せいやさんがあの事務所で女の人のマネージャーさん、マネージャーさん、女性マネージャーさんと初代のね、個人マネージャーね、はい、喋ってるのが腹立って意味わかんないでしょ。それであの、膝蹴ったいや、ほんね、いやもうその時毎日喧嘩してたよな。もう膝蹴って、喋るなって蹴ったら俺のジュースがポーンって飛んでね、はい、でビチャビチャなって、ほんで俺も一回もその喧嘩したことない、ましてや、うん、その後輩とか女子いろんなの乗っかってるけど、もうとにかくもう俺も人生で感じたことない怒りに苛まれて、いきなりお前いい加減しろよ事務所のな廊下廊下でいや私もなんかその時あのめっちゃ尖ってるから負けたあかんと思って睨んでたいやもう意味わからんあの時期意味わからんのビチャーンでなってもう喧嘩慣れしてないから。でも粗品さんもミキさんもうやめとけやめとけもう始まるぞって始まって、いやさっきね二人廊下で喧嘩してたんですよ、もう仲直りしとけとか仲直りの握手しとか言われて、わかりました握手って言って握手手出したらどうぞとか舐めて地獄やな。あったあった。いやだからほんまずっと、でもレギュラーはだから今、前までナイトスクープとか、うん、椅子忘れた存在。せっかくやからユリアンの話ばっかりなんですけど、はい、俺そうですか、何がいいかな。あ、じゃあナイトスクープの話、最近なんで探偵ナイトスクープ、あのユリアンがアメリカ行くから卒業しちゃったんですけど、はい、あの新探偵っつってね、あの若手4人みたいな感じで入ったんですけど、まあナイトスクープ歴史あるあの番組やし、まあみんな仲良くやってたんですけど、いやこれ放送前にこんなこと言われるやつおんのかなっていう一回その事件があって、まあなんかナイトスクープってあの、まあ、ペン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 みたいなあのオープニングあるじゃないですか、あれの前に使われ、ちょっとだけ使われてるんですけど、あの、オンエア見た方。スタジオこう入ってくるとこ、みたいな。ちょっとだけ使われてんねんな、そこ。はい、で、あれも観覧のお客さんおって、もう舞台みたいに、もうみんな一列なって、ちょっとしたまあ、パレードじゃないですけど、うん、楽しませるんですよね。はい、で、その時に、だいたい芸歴順に並ぶんですよ。で、俺の後ろに、だいたいいつもユリアなんですよ。で、横並びで。で、いつもは普通に、とか言って、ユリアン内緒ねんとか言って。で、普通に席ついて、一緒に手叩いて、始まって楽しいんですけど、なんかその日ね、僕が結婚して、結婚発表して、多分、初めて会った日やったんですよ。はい。で、なんか喋ってなかったんですよ。でもなんか、そのユリアンがずっと昔好きやったみたいな、時期がほんまにあったんですよ。なんかこのなんかなんで吐きそうな。ちょちょちょ、それおかしいやろ。その俺が無理やり言ってるみたいな。すいませんどうぞ。なんで吐き気催す。なそういう時期もあったんですよ。ほんまユリアンがアプローチかけてくるみたいな。なんかそんなんもあってなんか、結婚わざわざしたわとか言ったらなんかしつこいやつみたいな、なんか言ってなかったんですよ。でもユリアン的にはちょっと思うところあったみたいで、その結婚事前に言ってなかったっていうのもみんなに言ってたの、ユリアに言ってなかったんです。ほんでなんか喋ってなくて、ほんでこの一列で、でその時もなんかちょっとピリッとしてんなみたいな、ほんでスタジオ入ってみんなでどうもみたいなんで、でパッ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 みたいな始まって、てんてんみたいな、で横でユリアンが俺に耳元で毒針持ってきたらよかったって俺でーでーつるるってでーでーでーとめっちゃ怖かった。すいません、ね、これ言っていいですか。私言って、なんか
あ、喋る人が立つ。いいですよね。別にどっちも立ててもいいんですよね。なんか、昔、何年ぐらい前ですかね。7、8年ぐらい前に大阪で二人みんなでやってた時に、なんかせいやさん、粗品さんがかっこいいと思ってて、粗品さんかっこいいって思ってたんですよ。最初な。はい。で、なんか、せいやさんとはずっと仲良くて、せいやさんせいやさんとかずっと遊んでたんですけど、なんかある日せいやさんがこう LINE みたいなのしてて、誰とやってるんですかってパッて見た時に、みんなよってやったんですよ。で、それを見て、ん?これ、もしせいやさんが誰かの元に行ってしまったら、私ってどうなるんだろうって思って、ずっと言ってたよな。はい。で、その時に粗品さんを好きだな、みたいな、かっこいいとか思ってたのって、それって、粗品さんがかっこいいじゃなくて、粗品さんについてるせいやさんの雰囲気を私は追いかけてたんだっていう、なんか気づいたんですよ。なんやねん、ついてるって。もう付属品みたいに言うなよ。なんや、ついてるって。ごめんなさい、ぺちゃくちゃ喋って。で、そこに怒ってないの、俺。ぺちゃくちゃ喋ってって。トークライブやから。お前、ゲストのくせにぺちゃくちゃ喋ってって。最低のホスト。ホスト?ボンベリー一つください!せいやです。じゃあ、いいね、お前。じゃあ、ええねん。言うや、ホスト MC って。そういうホストや。それでね、せいやさん、かっこいいかっこいいって、せいやさん好きです、好きですって言ってて、うん、ずっと言ってたんですよ。で、せいやさん。ほんまなんすよ、でも。はい。で、せいやさん好きですとか、誕生日とかも、せいやさん誕生日好きですとか、誕生日、びっくりする。誕生日好きですとか。誕生日好きです。めっちゃええやつやん。はい、びっくりさせたいと思って。せいやさん、誕生日にも大阪で住んでたんで、我々。で、大阪から東京にフジテレビで収録があるっていうのを聞いて、誕生日の当日に。私、大阪やったんですけど、せいやさんなんか驚かせたいと思って、せいやさんが好きなクレイジーキャッツの、クレイジーキャッツ、スパイダスかな?の、なんか恋愛ソング探したら。クレイジーキャッツや。あ、クレイジーキャッツのあんたっていう曲があって。うん、そう、古いやつね。あんたっていうのをせいやに変えて練習して、でそれで朝始発でギター持って、めっちゃ、いやめっちゃ怖ないですか。でもで、フジテレビでいつもお世話になってるディレクターさん、共通のお世話になってる方に協力してもらって、でなんかせいや、なんか窓の外を見てよとか言って、いやほんまに、そしたら段ボールにせいやさんお誕生日おめでとうございますって書いて、芝生に座って、せいやさん好きだからとか歌っておめでとうございますとかびっくりさせて、すごかったなあれ、はい、ね、あんなありましたよね。あったよ。でそれで付き合ってくださいとか言ったら、せいやさんがありがとう、気持ちは嬉しいけど、ゆりやんはもう後輩やから、一緒に吉本盛り上げていけるように、お笑い盛り上げていくように、一緒に頑張ろう後輩として、これからよろしくねって、遠回しに OK もらっちゃったんですよ。どこがやねん、近道の外れや。それでね、まあそんなこともありましたけど、あったあった、なんかまあ結婚されるっていう、別に私もその幸せになってほしいですよ。ありがとう。でも、あ、ご結婚されたんやと、おめでとうございますって言いたいけど、やっぱりなんか別に付き合ってたわけでもないし、ただの後輩でだけですけど、なんかそのなんかおめでとうっていうのが悔しいみたいな、なんかそういうのあるじゃないですか。なんかもともと好きやった人に素直に言えないみたいな。うん、で、その時もタッタッタラの時もおめでとう言わないと、言わないとってずっと思って。あ、その時の話な。と思って、せべっとの、おめでとうおめでとう。周りに何もかも脱ぎ散らして、毒針持ってきたらよかったです。なんでやねん、ネタやん。なんでおもろい愛の手入れ、分からない。俺からびっくりしたよ。毒針持ってきたよかった。で、なんかそっちになっちゃったんですよ。で、どういう回路やねん、毒針なんでって言われて、そう、毒針なん、毒針ってあんま聞きなじみないから、ポケモンでしか聞いたことない、毒針なんでっつって私も、あ、すいません、おめでとうございますですって言えばよかったんですけど、じゃあここでさせたのにとか言っちゃって、それの裏返しが毒針やったんや、はい、そういう、私もこれ謝らないといけない、謝りたいことっていうやつやった。あ、よかった、じゃあ2枚抜きや、はい、いや、そんなトークストラカ、昔ありましたけどね、ボール投げてなんかサッカーとか。俺言ってないの、俺がストラカアウトかって言ったらその顔で突っ込んでくる。お前が言ってたから。いや、ちゃうね、そのサプライズもびっくりしたよ、そのあかんで、あんなユリアンが次もしアメリカとか恋愛するってなったら、そのもうすごい気概がすごすぎて、そのなんかその真正面からしたらめっちゃ嬉しいけど、やっぱちょっとそれのために新幹線で来ます、サプライズで始発で、なんかあの時はなんかあの後本当に
次のサプライズは、せいやさんそこに立っといてくださいって言って、パラシュートで降りてくるっていうの。ちょ、お前、ド級やねん、マジで。企画しようとしてた。いやいやいや、こっち、りょうさんやん。その、こち亀のアイデアやねん。次パラシュートで、みたいな。ちょ、ほんま、あの時も、だから俺の心情は、ええ、その、マジで冗談言うようなスタッフさんじゃないんですよ。な、石川さんっていう。あ、そうそう、シュンさんっていう。新しい波で一緒で、その時。でもオーディションがどうとかで、勝ち上がって、みたいな、結構シリアスなことしか喋らないんですよ。ほんで、その時、粗品も仕掛けにやってんな。そう、粗品。ユリアンに頼まれて、で、めっちゃでかい窓がある、はい、もう外を見渡せる、その、なんか、会議室みたいなとこまで呼び出すために、シュンさんが、でその人も業界人すぎて霜降りのこと霜降って言うんですけど霜降ちょっとって言われてこんな呼び出せることないから俺ら的には二人でなんか番組始まんねや当時何にももう番組ではレギュラーもない時やからこれオーディション俺ら勝ったんやみたいなでなんかもうめっちゃこんな顔で歩いていってほんで俺粗品にこれ来たなみたいな言ったら粗品もってこんなめっちゃ腹立つでしょで俺からしたらうわーやったーと思って念願のフジテレビレギュラーやったーと思って座ってほんでなんか企画書みたいなのがなくてなんかスマホが置いてあってこれ聞いてくれるって言われてほんでえなんすかって言ったらやったー電話で通話つないでてほんでパッて見たら奥でなんかホームレスみたいな女がビニールシート引いてなんかなんか変な帽子もかぶってたなんかあれや変な髪型してただけでなんかなあんたーとか言って唯一俺クレイジーキャッチでそんな歌知らんかったあんなに好きやのにせいやーとか言ってイニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ